こんにちは。森本です。マウンテンバイクにね、乗ってきまして、この間。で、メンツがね、すごく面白くて、まあ、業界人がね、多かったんですけど、二人ね、マウンテンバイクレジェンドがね、来てくれまして、まあ、彼らの案内で、トレイルをね、走ってきましたけど、やっぱりね、レジェンドがね、やっぱ案内してくれると、メンツのね、脚力とか、天気とかを、まあ、換算して、今日はこのコースがいいっていう風にやっぱり考えてくれるんで、ほんとね、面白いですよね。で、その二人はね、まず一人目、カズですね。ご存知、山本和弘。ちょっとね、プロフィールを紹介しますと、2003年からキャノンデールの、チーム員として走っていて、2013年からロードレースに転向。で、2014年からシクロクロスに参戦して、その年の、JCX の年間チャンピオンに輝きます。翌年、2015年に、引退して、キャノンデールジャパンの、社員として以降勤務しているんですけど、引退したとはいえね、今でも絞れてて、足もシュッとしてて、色も黒くて、ほんとね、現役時代と変わらないんですけど、実際ね、去年の、全日本選手権、マスターズで優勝してるんで、まあ現役のね、全日本チャンピオンでもあります。で、もう一人、笹部勝さんですね。笹部さんも、キャノンデールの、まあ、カズの元チームメイトで、トップレベルでね、走った後に引退して、キャノンデール心斎橋の店長などを務めた後、パレットバイシクルというね、自分のお店を、宝塚の坂瀬川の駅のそばに出します。これね、場所がね、すげえ良くて、サイクリングロードも近いし、山も近いんで、笹部さんがね、北雪のね、トレイルを知り尽くしてるんですね。この二人が来て、楽しくないわけがないって日にやったんですけど、まあ僕はね、この日二つね、新機材投入しまして、一つはね、前に紹介したジローの、マニフェストスフェリカル。これね、34,980 円するんですけど、まあ、ジロのね、ダート系の最高級ヘルメット。これね、かぶりがね、とにかく深いんですよ。だからやっぱ安心感がすごいですね。額もね、かなり下までヘルメットが来てるし、後頭部もね、かなり後ろまで来てるんで、かぶりが深いし、あと、重量がね、前使っていたモンタルとほぼ一緒なんですけど、ベンチレーションもね、増えていて、まあ、涼しくなってるし、すごい良かったですね。バックルとかもね、やっぱ良くなってるし、値段がね、やっぱ高いんですけど、最近ね、ちょっとこういうミップスとか搭載したバキバキのね、ヘルメットがちょっとトレンドになってまして、多分これね、Eバイクがやっぱりこう普及したせいで、ちょっとね、Eバイクって速度も速いし、まあ、なんかあった場合に、事故になりやすいんで、こういうね、防体が大きめの、よりこう、頭部をね、守ってくれるヘルメットも最近熱いです。で、確かにこれ35,000円近いですけど、まあ、Eバイクってもっと高いんで、50万円、60万円するような Eバイク買う人にとっては、35,000円のヘルメットは全然高くないんで、だからね、今後こういうプレミアムのヘルメットが増えそうですね。で、もう一つがね、ジロの SPD シューズですね。これ、ベンチュラファーストレースと言うんですけど、ボアのね、モデルが欠品中で、こっちの、レース仕様にしましたけど、まあ、全然ね、調子良かったですね。最近ね、やっぱりこう、フラットペダルを頑張って、練習してまして、このね、ラッチをね、ずっと使ってましたけど、恥ずかしながらね、いきなり SPD に戻すと、立ちこぎしまして、軽くね、怪我しましたけど、ライド自体はね、良かったですね。ただちょっと久しぶりに SPD 入ったんで、ちょっとね、ぎこちない部分もありましたけど、ただね、ダウンヒルでは、カズの後ろをね、僕走りました。で、カズがね、すごかったですね。僕、彼とは、グラベルバイクとか、ロードバイクはね、一緒に走ったことはありますけど、ちゃんとね、マウンテンバイク持ったの初めてで、で、彼のね、下りを真後ろで、GoPro で撮影しましたけど、すごかったです。彼のバイクがね、キャノンデールの、スカルペルというね、まあ、レーシングバイクですね。これ僕が今乗っている、
キャニオンの、ラックストレールと一緒のシステムで、リアのね、ピボットレスのサスペンションフレームで、スカルペルは、リアが100ミリ、ラックストレールはね、リアが110ミリ動きます。で、彼ね、レーシングバイクなんで、ドロッパーポストはついてないし、タイヤもね、マクシスのアスペンかな。ノブがね、すごく低い、コロワリ抵抗重視のタイヤを履いてました。なんで、僕は、ドロッパーポストは入ってるし、タイヤもトレイル向きのね、タイヤも入ってるし、本当は僕の方がね、早く走れるはずなんですけど、まあ、やっぱり、トップカテゴリーで走っていた数なんで、もうキレッキレでしたね。最初、行きまーすって言って、下り始めの直線で、あまりにも早くて、で、これにね、ついていくべきかどうか、ちょっと悩みましたね。それが早かったです。でもね、やっぱりこう、タイヤのね、グリップをきれいに使ってね、曲がっていくんで、僕はやっぱりね、自信がないというか、タイヤのグリップの限界がね、分かってないんで、無駄にグリップ、ブレーキしたりとか、無駄に突っ込んだりして、すごいこう、ギクシャクした走りのしたせいで、やっぱりこう、ね、ちょっとずつの数から離されていくんですね。それでもね、やっぱりこう、ラックストレール、今のね、ダウンカントリーバイクすごいなと思ったのが、僕みたいな素人でも、最新のね、クロスカントリーバイクにはついていけるんですね。まあだからもし皆さんね、10年とか昔のマウンテンバイクに乗ってるんであれば、今のね、ダウンカントリーバイクとか、トレイルバイクに乗ってもらえると、もっとね、まあ、楽に、早く、安全に走れるんで、まあ、最新バイクのね、良さというか、に驚きましたね。ただまあ、数がね、こういうダウンカントリー系のドロッパーポストがついて、タイヤをもう少しね、しっかりしたブロックのタイヤに変えると、もっと速くなるんで、恐ろしいですよね。ただ逆にね、僕がこのラックストレールじゃなくて、マチューがね、レースで使っているラックスに乗って、カズのスピードでは走れないんですね。全く自信がないです。ドロッパーポストは僕なかったらもう無理だし、タイヤもね、そこそこやっぱりブロックが取り付けタイヤ使いたいし、まあだからやっぱりね、引退したとはいえ、元選手、トップ選手のやっぱ走りってね、やばかったですね。で今回残念ながらね、ササルさんの後ろは走ってないんですけど、もしね、神戸とか、宝塚とか、北鉄のエリアでね、マウンテンバイク欲しいなと思ってる方がいたら、ぜひね、パレットバイシクさん行ってください。やっぱりね、元トップカテゴリーの選手だし、トレイルを知り尽くしてるんで、パレットさんのバイクを買って、後悔は多分絶対しないと思うんで、まあ、ぜひね、まあ、もし、マウンテンバイク欲しいなっていう方がいたら、パレットさん、下にもリンク貼ってます。ぜひね、チェックしてみてください。というわけでね、今日はカズの後ろを走ったね、ゴブレーズをお届けしましたけど、まあ、次回はね、チャンスがあれば、ササビさんと一緒に走ってね、僕がまだ走っていない、北節の未知のトレイルをね、走ってみようと思います。もしね、今日の動画いいなと思ったら、動画よりいいね、登録の方もぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。てい